これ新しいアイアン素晴らしいですね。ありがとうございます。今僕売ってるのがこの X4 自動。そうですね、今回一番ソールの形状が一番特徴になってまして、まあ、あの見ていただいたら分かるんですけど、まあ、リーディングエッジ側、そうですよね、ここ削れて半円状にこう面取りをしてあるということと、あとトレイリングエッジ側ですねも、はい、一定の面取りしてるので、やっぱりあの抜け感っていうのが非常に特徴のアイアンですね。そうですね、この見た目からしてそのここが削れてるんで、山になってる部分が先に当たってくれそうで抜けが良さそうな感じしますよね。あとこれ見た目がもう僕すごく好きな見た目で、あ、本当にありがとうございます。と中上級者向けというか、この小ぶりな感じとすごい好きな形です。ありがとうございます。結構やっぱり日本のゴルファーって結構やっぱり顔、アドレスの時の顔、まあ、コンパクトなものの方が、まあ、操作もしやすいみたいなイメージも結構あの出るゴルファー多いので、やっぱりそういう方向けにはすごくぴったしかなと思います。そうですよね、見た目がもうまず気に入りました、うん、ありがとうございます。あとなんといってもこの打感、柔らかいというか軟鉄鍛造の、そうですね、もう軟鉄鍛造の単一素材、単一っていっても他の素材をもう使ってない、まあ、キャロウェイだと、まあ、タングステンであったりとか、あと、まあ、あの衝撃吸収材、まあ、中空とかだとウレタンマイクロスフィアというか、いろんな素材をこうとか使うんですけども、今回も本当シンプルにもう一つの素材なんです。軟鉄だけでも作り上げてるっていうのが、で非常に打感とか打音もやっぱり音がいいですよね、心地いいっていう声もやっぱりあります、ね。あとあの日本で作られた、日本で企画自体を日本で企画して、まあ、日本のゴルファーが好きなアイアンというかを我々の方で企画して、UFS の方に、まあ、承認も取って、なるほど、うん、主に日本用っていうと何が違うんですかね。APEX シリーズとかってあるんですけど、やっぱりテクノロジー、まあ、寛容性であったりとか、やっぱり飛距離とかっていう結構求めるタイプのゴルファーが多いんですけど、やっぱりそれに対してやっぱり日本人って先ほど言った打感、ダウン、フィーリングを結構大事にされるゴルファーが多いんで、まあ、そういう意味でちょっとこうあの日本とアメリカとか欧米とはまたちょっと違うのかなって。ちょっとあのじゃあスターの方がいいですか、はい、比べると分かるかなぐらいな、いやでもこっちでも十分アスリートですよね、はい、いやこっちが X4 時のスター、はい、X4 時とに比べると、まあ、やや優しめというか、そうですね、やっぱサイズ感もちょっと大きいので、まあ、見た目の優しさ、そうですね、ちょっと大きくてちょっと若干グースも入ってるんですか、うん、そうですね、オフセットもこっちの方がちょっと、はい、若干アスリート寄りではありますよ。そうですね、今まあそうおっしゃっていただいているのは、まあ、あの大きくはしてるんですけど、やっぱり見た目やっぱりコンパクトに見せたいということで、フェイス面側のエッジ、あ、ここですね、そうです、ここを全部ぐるーっと面取りしているので、構えた時にフェイスがちょっとこう中央にこう寄って見えるというか、はい、そうですね、ここが細く見えますもんね。そうですね、はい、あのエクスポージュと比べるとトップブレードちょっと厚いんですけど、うん、この厚さをあまり感じさせないようなあの面取りはしてます。こっちもやっぱり、はい、あのリーディングエッジ削ってる、はい、そうですね、はい、こっちもエクスポージュと同じようなソール形状になってます。あれロフトで言うと、はい、やっぱちょっと立ってる、そうですね、こちらの方が、やはりストロングロフトになってまして、まあ、7番でいうと、4度、スターの方が立ってる、X フォージドが33度、 X フォージドが33度、はい、で X フォージドスターが、29度、はい、まあ、ちょうど1番手ぐらい、そうですね、本当一番手、はい、違います。確かになんかちょっとやっぱ飛ぶなっていう感はあります、ね、こっちもいいかも、まあ、優しいアイアン、見た目的にはもう全然アスリート寄りの、いや僕こっちでいいかなっていう、ええ、もちろん見た目シャープなのが好きなんですけど、やっぱり距離も出していきたいっていうことで、いや球もあの上がってくれますよね、まあ、ちょっと重心、あのバックフェース側の形状も見ていただくと、まあ、やっぱりちょっとこう下に重心持ってきてるんで、まあ、上がりやすさ、若干キャビティはこっちは深めになってる、あ、確かにここのキャビティがちょっと深いですね。あとこっちの X4 時の方はもうちゃんとスピン入ってくれますね。そうですね、やっぱりスピンも入ります、高さも出るので、本当グリーンをキャッチするというか、
ちのスターの方も入らないってわけではないですもんね。もちろん、ちょっと迷いますね、こっちにするか。ちょっとぜひ、あとで芝から打っていただいて、打ち比べを。打ってみます。はい、はい、ありがとうございます。こういう時は当たっちゃう。はい、じゃあX フォージドのスターを、僕打ってみたいと思います。こっちの方がね、やっぱロフトがちょっと立ってて飛ぶっていうことで170ヤードぐらいあります。7番で、普段はこれ行かないんですけど、僕ではちょっと7番で打ってみたいと思います。よいしょ。いや、これやばい、飛んでるわ飛びますね。ちょっと当たり悪かったんですけど、右飛んで、うん、めちゃくちゃ飛んじゃってますね、これ。でもやっぱ音がいいですよね。音いいですね。 X フォージドと比べても全然そんなめちゃくちゃでかくなったなっていう、そういうヘッドの印象はないんですけど、まあ、ちょっと分厚くなったかなっていう。もう行ってますね。行ってるよね。うん。よいしょ。さすがにちょっと手前から入りました。手前から入ったんだけど、うん、新しいこのソールの形、すごい抜け感があって、まあ、思ったよりは行ってくれました。うん。うん、これがスター、うん。僕こっちの方が練習場ではすごい感覚良かったんで、ちょっともうちょっと短い距離で今度。フォージドの方、X フォージドの方打ってみたいと思います。はい、X フォージドですね。僕は X フォージドスターの方がいいかなと思ったんですけど、見た目はもう断然こっちですね。やっぱり音いいですね。音と打感、音階で言ったらミのシャープ、うん、すごく音がいいです。ん？ピンに当たりました。今ピン当たりましたね。やっぱ打感と打音はやっぱり素晴らしいですね。ぜひね、皆さんね、お近くの、ショップとかで、試打してほしいですね。一回打ってもらいたいですね、この X フォージド。X フォージドの打感と、X フォージドスターの、まあ、優しく飛んでくれてるところ、今回はね、キャロウェイの X フォージドでした。ありがとうございました。